のんのです。今回は型紙の整理収納についてレッスンしていきましょう。整理収納するというのは型紙に限らず布もそうですし、いろんなものも整理収納は知っていかなきゃいけないんですけども、特にこの型紙というのは収集がつかなくなるんですね。こうやってね、見ていただいたらわかるんですけれども、型紙っていうのはだいたいね、この2種類ぐらい、白っぽいものかこのベージュっぽいもので作るんですけれども、だいたい終わった後に整理収納するんですよね。そうした時にこういうふうに折り込んでしまって重ねたりしますとね、全然わからなくなってしまうんですよね。どれがどれだったか、もう一枚あれ気に入ったから作ろうかな、あれ良かったなと思って探すのにすごくね、手間がかかったりします。布とね、収納の違いっていうのは、布は柄とかそれから色とかで識別することができるんですよね。この型紙についてはもう終わってしまった状態で見てみると本当にわからなくなります。そうなると一番問題になってくるのが、その型紙を探す手間と時間なんですよね。私も経験があるんですけれども、型紙あれどこだったかなって2日3日ね、探したことがあるんですね。探すことに執着して縫う方に行けないんですよね。もう絶対どこかにあるはずって言って本当に時間を使ったことがあります。それでもまだ見つかればいいんですけれども、見つからなかった場合は一からまた広げ直して型紙を書き直さなきゃいけないんですよね。皆さんにはそんなことがなるべくないように、これからお話しすることのポイントを掴んで、その都度整理収納をしていただきたいと思います。まず型紙に関する情報は全て書き込んでおきましょう。これね、すぐ忘れるんですよね。その時は覚えてるつもりなんですけれども忘れてしまいます。例えばこれマスクなんですよね。マスクで、こちらもマスクです。マスク、こっち立体、立体ですね。そして方向も書いておきましょうね。縦方向だったのかな、こちらかなっていうふうに、自分で作るものなんですけれどもね、こういうふうにして書いておきますね。さらにサイズが分かるのであれば、こちらが21センチ。これ型紙がボロボロになった時にもう一回書き直す時に便利ですね。型紙がない、型がない時にはすごく便利なので書いておきましょう。15、こんな感じですね。そしてさらに縫い代とかが1センチであるのであれば、こういうふうに全て1みたいな感じで書いておくのも便利です。これをしておかないと、こんな風にこんな型があっても何の型がだったのかなってわからなくなりますね。こういう風にちゃんと名称とそれから方向ですね、書いておきましょう。先ほどはマスクでしたけれども、今度はベビーのスタイなんですけれども、こんな風に生地が30センチ、返し口、そして縫い代が 0.8 とか、全部情報をね、書き込んでおくと便利です。それでは実際にこれからやっていきます。100円ショップなどでも売られているビニール袋とシールを用意してください。まずこちらの大きなシールの方には、型紙のタイトル、そして引用元、これは本であったりとか、それから自分がどこかで、見つけたような型紙もありますよね。そういうものをまず書きます。そしてページも大事なんですね。すぐめくってみれますからね。本の場合はページ、そして番号、1番とか A とか R とかいろいろありますよね。そういうものも書いてください。それからサイズ、 M とか L とか160サイズとかいろいろありますね。そういうことを書いてください。名称はマスクであればマスク、はっきりパンツであればパンツっていうふうに書いておくと便利です。これに従って書いていくと、マスクの本28ページ、1番と2番、 M サイズ、マスク、立体、そして普通、このようにタイトルになっていきます。こうしておくと全てが分かりやすくて、すぐに作業に取り掛かることができます。整理の方法としては見やすいので縦収納にしてほしいんですね。その場合こちらのタイトルだけでは見にくいので、こちらの方に簡単にマスクっていうふうに書いていただくと取り出しやすいです。それから洋服だとか小物だとか分けたい方は、こういうふうにボックスを分けてもいいんですけど、それほどたくさんはないよって言われる方はこのように仕切りをしていただいて、それからこちらのタイトルの方も私はこのように囲ってるんですけれども、こちらの洋服の場合はピンク、そして小物の場合であれば、これはちょっとでいいんですけどね、
分かりやすいように色分けするとすぐに識別ができて便利です。このように収納していきます。次に元の本についている型紙の収納なんですよね。これ本についててこういうふうに外してそれから型紙を引いて元に戻してっていうようなねことなんですけど、これもね実際分かんなくなったりするんですよね。たくさんたくさん本があるとどこの本の何の本だったかも分からなくなりますし、それから出しっぱなしにしておくと本当にどこに行っちゃったのか分かんなくなったりするんですね。で、私もいろいろ試したことがあります。例えば型紙だけを別にして本箱をすっきりしようとかっていう感じで型紙を外したこともあるんですね。長い間そうしてたこともあるんですけれども、それもやっぱり面倒なんですよね。やはり結論は本についているものは本につけておくっていうのが一番いいと思います。それでは実際にやっていきます。用意していただくのはマスキングテープと、横が20で縦が22のビニール袋なんですけど、若干ね大きめなのを選んでいただいて、それから上の方を切っていただくっていう風な感じになります。そしてこれをこの本に、これ大きいんですね、大きい方がいいですね、大きい方がいいので、このようにして少しこちらの方に1センチぐらい来ますね。ビニールの方が1センチぐらい向こうの方に行きます。それでお好きなマスキングテープでこのように留めてください。まずはこれをやって型紙を入れます。それから今度は方向を変えてこちらの方にも貼っておくと丈夫です。こちらの方も貼っておきましょう。キツキツじゃなくて少し緩めにね貼っておいてもらうといいと思います。このようにして本体にセットしておきましょう。ちなみに袋を貼り付けるだけだったらセロテープとか両面テープでも良さそうなもんなんですけども、やはり本も傷めたくないんですよね。ベリッとしたりすると嫌になりますし、そういう点でマスキングテープで貼っていただくと貼り直しもできますし可愛いですよね。いかがでしたか？最初の絶望感がこんな風にすっきりして時間も効率よく過ごすことができます。皆さんもとてもね整理するっていうのは大変なんですけれども、一回終わるごとにその習慣をつけてください。そうすると探す時間もなくなります。収納って言うとなんだから頭ってねやらなきゃいけないって思うような感じで本当に大変だなって思いがちなんですけれども、例えば今日ご紹介したように100円ショップなどでねマスキングテープの可愛いのとかを見つけてみたり、それからシールとかもたくさんいろんなものが売ってるんですよね。そういうのを見て自分なりに工夫されるととても楽しい分野にもなってきます。分野って申し上げたんですけれども、整理収納を楽しむっていうことも手芸の一環と私は捉えています。皆さんも大変なことを楽しい方向に切り替えていただくように、自分の中で着目するマスキングテープやそれからペンなど探してみてください。楽しくなりますよ。